こんにちは、黒橋ずこです。今日は先立ってからアプリケをこういうやり方習ってなかったなっていう人が時々見えるもんですから、ぜひ知っておくと得するよっていうようなことで聞いてください。デザインした絵、どこからかもらってきたものがあるにしろ、自分で描くにしろ、それを布にどういうふうに皆さんは書き写していらっしゃいますでしょうか。私はこういうふうにアプリケしたい布があります。その上に不織布のこう洋服を買うと包んでくれるみたいな袋ありますね。こういうふうにカットして、そこに印刷物にしても実物大の絵があったら、それを布の位置を決めて、この辺でいいなということで、この不織布の絵をこの布にしつけで閉じておきます。位置を定めますね。不織布を元絵の上に置いて、ボールペンでもサインペンでも、きれいに書き写してください。そうしたら今度はもうこれはいりません。今度は下に書き写すわけです。その時にどういうふうにするかっていうと、この絵の上にセロハンでもいいんだけど、わざわざ買うことはないので、何かこういう透明のものであれば、それを開いてここに置いて、この絵をアプリケしようとしたら、ゴミがあって細い軸があって葉っぱがありますっていうのを全部こう書くんじゃなくって、位置の印だけつけます。それから縫う手順を自分の方で覚えておきます。端からが上手にやればいいってもんじゃなくて、この空間の中でこれがメインのところだなと思うところで印をつけていきます。ここに葉っぱがあります。で、これは書けなくなったボールペンでいいです。そして自分がこの軸がここまで来てるよっていう、そして軸は線で書いておきます。中心線で、あるいはこの軸のカーブがあるとしたら、こう両方から2本線を引くんじゃなくって、布でこの前教えたように幅の狭い軸を作りたい場所であるから、まず軸をやる。で、軸をやったらこの花なんか絵はいらないので、軸だけが花のこの辺まで来るくらいにつけとけばいい。でもこの絵でいくと葉っぱが一番ね、ここ。この葉っぱが一番でって言ったら番号でもいいんです。1番、2番、3番として、そしてここにいるよっていうこのキワキワの線を書いといたら、これよりも中に入るだけの切れをつけといて、こっちを仕上げる。こう、この土台布の上に葉っぱだけこう3枚アプリケをここまでやって、こう入り込んだ葉っぱをここなんか縫わなくていいです。切れがあればいいです。そして、作った花をこの上に乗せてまつりつければいい。いつも葉っぱがあって、ここから花の中心はここに来るよっていう印をつけといてっていう風にやって、下に行くものから祀っていきます。で、祀りつけられたら今度この花が乗っけられるよ。で、この葉っぱの茎がこうずっと来ていたら、お花をその上につけていくんだからっていうことで、順次この絵さえあれば、この絵が済んだ、この絵が済んだっていうふうに追っかけていったら仕上がります。全部描いちゃったら、これが手元にあるのと一緒で、どこから先にやったらいいんだろうっていうのが分からなくなるので、まとまりのあるここからこの上だけはやった、これが一番最後だからできてないけど、この辺はみんな終わってるっていう風に攻めていったら、
最後にこの花を上にトントントンと一番上の花を乗せてあげると決まって、その花の咲き具合をするのが今度は布の色の役割ですね。ちょっとぐらい花がこう首をかしげたからって言って、デザインと違うっていうことでダメっていうことにはならないと思います。むしろあ、ここは寂しいからもう一つ足そうかな花をと、葉っぱももうちょっと大きくしたいなっていうふうなことも自由自在にできるし、丁寧にこの葉っぱを尖らせて描いたのに自分の上に乗せた葉っぱが少しずれちゃったわっていうのは、葉っぱをきちんと描かなきゃいいのね。その描いたところにカットした布をピンで留めて、ずれてないかどうかを確かめて、OK だったらここから1枚ずつまつっていくわけですね。これができたら今度は軸を置きましょうっていうことで、バイアスの軸をここに置いてまつっていきます。この絵も何回でも使えますし、同じパターンだけども違う色使いでやりたいっていう時の写す手間は不織布は残ってくれます。こちらはどんどんこの元絵とは少しずつ雰囲気が変わった感じで、絵自体も変わるかもしれないっていう、かぶせて図面というか絵を確かめながら、それから花も増えていくかもしれないし、あ、ここは余分だったなと思う花は消していくこともできます。土台に、何の跡も残っていないので気持ちよく制作が進むっていう、やってみてください。アプリケに向いてるものっていうのは、こういうあのシルクなんかもくるんと膨らんじゃいますよね。あのアイロンがしにくい切れだと思います。ちりめんものとか、アラを隠してくれる、自分の拙さを隠してくれる切れとしては、絞りなんか、これもふくふくしてる分だけそっちの方に行って、それがシワじゃなくって、いろんなもうまっすぐに伸びてる状態でも影があるっていう、その凹凸感が色合いもあの雰囲気を出してくれるものだと思うし、でこの無地なんかは洗ったらちりめんがすごく雰囲気が出てくれました。その分縮んでます。着物幅の元33-34センチあった日本の着物幅ですから、それが縮んで今30センチに満たないほど縮んでます。これ縮んだから悪いっていうことじゃなくて、縮んで密になってくれてます。薄い切れがちょっと地厚になってくれてます。タルンタルンしてるっていうことはごまかしも効くっていうことだから、ぜひあまり恐れないでやってみてくださるといいと思います。シーチング系統のあんまり厚手ではないシーチングっていうのは扱いやすいですね。柄行きが大柄だから困るっていうのは、今回やったようなルーシングの字なんかだったら気に入らないって、ちょっとだけこれはちょっと多すぎたら嫌だなと思うところを取るときに、ここを避けて正バイアスでなくてもいいです。この色が多すぎなところだったら多すぎでないところ、それからまあ花によっては円形から作るのもありますから、ここのところで一つできる、一つできるっていうような取り方でもやっていいと思います。ただ一番難しいのは小がすりだったらいいんですけども、大きいこういう縦横がすりなんかだとちょっと花向きではないなっていうふうに現れる柄によっては使いづらいかなと。お花の柄が全部しましまになってしまうのも、あの方向性がある切れっていうのは結構難しいと思うので、よほど繊細な縞柄でない限りは、ちょっとあと格子柄ですね、縦横の格子柄もせっかくこう曲線を見せたいと思っているところに直線が小さく、そして小さい花にしたら大きい格子が、なんでここに白い斜めの線が入ってくるのが怖くないっていうことになりますので、それは自然に皆さんは避けていらっしゃるとは思うんですけども、やりにくいというとやりにくい切れだと思います。同じ格子でもこういうふうに細かい柄ですと、これは染めです。で、織りでできてるあの柄っていうのがきつく感じます。ウールの薄いウールとか絹とかっていうのは
こうポクンとしたところがペションとならないんですね。木綿だとペションとなる木綿もありますの で手間をかけるにはもったいないぐらいの綺麗は買わない方がいいのかなっていうふうに思ってます。